さあ、期間散歩とかね、しねえよって言ってましたけどね、気が変わりました。なんとね、ナビタイムのこの機能で、なんか新機能で、なんとね、このね、歩行のね、案内を、花江夏樹くんがやってくれるらしいんですよ。なんていい、いい機能がついたんだ。ちょっと、これいいな。あ、そう、あ、そう。なのでね、せっかくなんで、期待し、やっぱね、明るい釣りがいるとかね、できませんからね、やはり配信者たるものね、それ歩きますよということでね、まあ、縦で撮ったらまた雰囲気変わるでしょうということで、ね、何か変わってるかもしれませんしね、1年近くは経ってますからね、よし。あと多分、ナビで40分で出てるってことは、私が今日ね、ビデオカメラ持ってないですから、かなり、身軽に構えてるんで、ちょっと本気歩きすればね、これもね、挽回できちゃいますからね。今日ね、ここから39分かかるよって言っとるけど、いやいやいや、あ、侮らないよ、欲しいですね。さあ、行ってみましょう。でもそっか、小学校の校区的にはこの辺りももう大岡なんだ。自分の音だね。ここは月木村3000円で、自転車は1500円。あ、前あれか、ガソリンスタンドであのレトロのやつがあったのがなくなっちゃったんだね。あ、あ、まあ時代が変わっていきますね。そう、なんかね、めちゃくちゃ雨雲っぽいのが走ってきてるんですけど、一応雨は降らないみたいですよ。俺はウェザーニュースを信じるよ。これでね、雨に当たられようものならね、いや、全然降らないよ、大丈夫よ、傘の置き忘れに注意してねってね、案内出てましたからね。これにね、雨に当たられたらね、プレミアム解除だな。よし。ただ風は結構あるからね。そのまま進んでと、はい。そうですね、やっぱね、三重県ってのはね、ちょちょちょっと待った方がいいですからね。よいしょ。はあ、
はい、言いますよ。はいはい。なんかこういうナビ案内のやつで花江君の声を聞くと、うん、なんか浜寿司に来た気分になるのはなんでだろう。よし。さあ。またね、これ、ちょっと歩きましたけど、郵便局もね、滝駅前郵便局ですからね。いや、本当にこれ大丈夫？めっちゃ雨雲出てきて、雨雲っぽいけどね。ね。大丈夫なのかな？まだまだこれ、あ、これもまっすぐ行くんだ。へえ。あとそうだ。現金とかこれ、現金とかで押さないといけないな。直進、はい。お、風強っ。まだまだずーっと歩くんですね。え、ちなみに39分かかってないけど大丈夫かな。